モルモン書イエス・キリストについてのもう一つの証しに記録されている実際の出来事に基づく。父さん。シブロン。あなたが確固として神に忠実なので、私は大きな喜びを得られると確信している。若い時から主なる神に頼り始めたが、これからも神の戒めを守り続けてほしい。最後まで耐え忍ぶ者は幸いだからだ。分かってるよ父さん。座って。あなたが縛られていたことも知っている。御言葉のために石を投げられたのも、主が共におられたので、あなたは忍耐して全てのことに耐えた。神を信頼すればするほど、試練や災難や苦難から救い出され、終わりの日に高く上げられるということを覚えていてほしい。人が救われるのはただキリストを通じてだけであり、他の方法や手段はない。あなたは御言葉を教え始めているので、今後も御言葉を教え続けてもらいたい。すべてのことに勤勉であり、自制するようにしてもらいたい。大胆でありなさい。しかし尊大であってはならない。劇場を制し、愛で満たされるようにしなさい。怠惰にならないようにしなさい。最善を尽くします。主があなたを終わりの日に王国に迎え入れ、安らかに座に着かせてくださるように。さあ行って、この民に御言葉を教えなさい。弟を呼んで。